持続可能な力強い農業を育てるための食と農林漁業の再生推進本部。10月25日、これからの農林水産行政の骨格となる基本方針と行動計画が決定されました。向こう5年間にあたって集中的に我が国の農業の競争力を高め、体質強化を行い、地域振興をしていこうというものでございます。関係閣僚の皆様のご協力を改めてお願いをいたします。今回決定された方針では、農林漁業再生のための7つの戦略を提示。震災前から待ったなしとされていた競争力と体質の強化に向け、今後5年間の工程表を示しています。さらに、速やかに取り組むべき重要課題として、東日本の農林漁業復興と日本の農水産物への信任回復を挙げました。この計画は、経済界と農業関係者を交えた食と農林漁業の再生実現会議での11ヶ月もの議論の産物です。先日の実現会議でも、総理はこの両者に今後もぜひ意見交換をと呼びかけました。農業と経済界の連携って私今大事だと思います。高いレベルの経済連携と、そして農は元なりという農業再生をしていくということと、これは両立できるかできないかじゃありません。しなければならない、マストです。農林漁業が今度はやる気を持って安心をして再生に取り組んでいくという、そういう新しいですね、体制というものをしっかり着実に具体的に進めていきたいと思います。